ハロー、アサギニョです。美容でです。 今日は今までで人生で一番美容デーです。スケジュールをパンパンに詰め込んだので、今から朝から夜にかけてどん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 レベルアップしていくと思うので、可愛くなります。まずはネイル可愛く変えるやろ。眉毛、この尖った眉毛を。全然ダメだ最近。んで美容院行くやろ。髪の毛チェンジするやろ。んで、まつげ、まつげく。最後はお肌のメンテナンス、皮膚科クリニックに行くやろ。すごくない？こんなに詰め込めた。ってわけで、今から夜にかけて可愛く可愛くレベルアップしていきたいと思います。むくみすぎ？パキン。最近全然漏れへん。全然なんか気合入らへん。グッドママー。寝癖直しはプロ借りて。ドクター365。最近の朝の化粧水はドクター K。クリームカネボー。あ、お、もうなくなる。フレッシュデイクリーム。よし。おお。家が荒れてる。最悪ポンチ。家が荒れてる。最近ポンチってつけるの流行ってんねん。うちの中でマイブーム。忘れポンチとか、最悪ポンチとか。ポンチつけたら何でも可愛くなるから。みんな美容院行くときは髪の毛セットしますか？私いつも迷っちゃう。でもこんなボサボサではいけないし。全然漏れない。はい、今日のコーディネート、よっしゃ。 よし、今から夜にかけて大変身していきます。なんかさ、こんなさ、顔むくむかな。今までこんなにむくまんかったのに。眉毛もさ、今描いてへんねんけど、見て。ボサボサっていうか、なんていうか。で、まつげは今いろんな方向に散らばってるの。まつげ伸びてきたらまつげくがな、こうやってバーって散らばってくるから、綺麗にしてもらって。で、私のお肌、今顎がすごい調子悪いんだ。っていうわけで、よし、見てろこの。よし、レッツエンジョイ。アレクサ、暖房消して。一滴っす。お、危ない、危ない。あ、パキン。ふわり春の風が街と君のスカートの裾揺らず。原宿に来ました。さあ、ネイルです。つま先から可愛く、つま先？爪先か。ラブル原宿です。今日はパーツをつけたいと思います。あー、おー。こんにちは、お願いします。イエーイ。見て、前回のネイルが可愛かったからさ、すんごい寂しい。眉毛も一緒にしてもらえるんだ。めっちゃありがたい。なんか眉毛ちょっと今回どんどん尖ってきてる？本当だ。結構生えましたね。はい。っていうかすごい生えた。そうなんです。おはようございます。めっちゃ生えましたね。全然漏れなくなっちゃっ漏れなくなってきましたね、これは。ここですね。はい。この角度がつくので、この眉山とこの眉頭の下の方を取って。キャベツさんでーす。やっほー。めっちゃ違う。めっちゃ綺麗だー。なんだー。ちょっと本当にやばいじゃん。全然違うじゃん。綺麗。レベチ。ありがとうございます。面白い、今日の変化すごい。お願いします。お願いします。めっちゃ手冷たいね。もうやばいですよね。ね、爪紫だもんね。そう。でも体は別にあったかいんですよ。末端冷え性だ。末端冷え性。冷え性ってもう治らないかも。いや、治るよ。本当ですか？うん。ヨガに週5で通ったことあるんですよ。1年ぐらい。それでも治らなくて。現代人って血が足りてないから造血作用のある食べ物を食べるといいっていうね。ああ、レバーとか。うん、レバーとか。それ刺繍なんだね。そうなんです。可愛くなっちゃった。超可愛い。これ目玉焼きみたいな可愛い。可愛い。可愛い。指が踊っちゃう。できたー。かわいい。物取りにくくなるから。鼻くそとかほじれなくなっちゃう。なんかウニーっていかない。セレクト
ってなんだっけ、さっき言ってたよね。セレクトショップはリトマスで、基準っていうブランドです。めっちゃ可愛い。ね、これ可愛いですよね。買ってよかった。可愛い。ありがとうございます。今日アサギが来るから頭にお花つけた。あ、本当だ。可愛い。可愛いと思ってました。思ってた。ありがとうございます。今日も一日頑張ろうね。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。つるん。よし、今から髪の毛。パキン。ふわり春の風が街と君のスカートの裾を揺らす。お花描いてくれた。着きました。こんにちは。あ、お久しぶりです。フラミンゴのよう。こんなの出てたんだ。描くんです。出るんです。これから鏡が、さっき眉毛整えたからめっちゃめっちゃ綺麗くないですか。リカちゃん人形の赤ちゃんの眉毛。どういうこと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、病院終わりました。髪の毛ちょっと暗くして、でちょっとカットした。やっぱり髪の毛が暗いとお肌が白く見える。次は松江区です。マンション表参道に来ました。ここは私のお友達がやってるサロンで、私顔が凹凸がなくて結構のっぺりしてるから、まつげの長さが出るだけで全然違う立体感が出る。月一でサロンに行きます。じゃじゃーん、パチパチになりました。私は D カールの90、11ミリで真ん中を長く丸めにしてもらっています。まみこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。バキン。よし、次はお肌。お肌お肌。なんか太った。急に私太った。あ、そう、そこのここのムームーモッツァレラがめっちゃ美味しいから買っていこう。前回ほら Vlog でさ、閉まってたやんか。やったやった、ムームーモッツァレラ。ありがとうございました。ここのチーズはな、もうな、ここで作ってんねん。だからもう超絶フレッシュ。ミスった、今日めっちゃ寒い。上着持ってきたらよかった。忘れポンチ。バキン。着いたー。ここでーす。じゃーん。青山ヒューカクリニック。あ、こんにちは。どうでしょう。あ。やばい、バレた。新規でなんか新規がこちらにいらっしゃいました。すごい、目が離せなくなっちゃう。ここ残像、これ新規、ご新規。バレた。バレなかったら今日は注射せんとこかなとか思ってたけど、バレた。そうなの、今ニキビできてんの。注射私めっちゃ苦手やからさ。ほんま、なんなレディースデー、レディースデーって言ってたけど、正直レディースデーじゃない時もできてるから、何か違う原因があるはず。最悪ね。新入り出てきた。すごいですね、こんな今産声を上げました。なんかだってめっちゃ硬いもん。痛いんです今。急にね。終わりました。ありがとうございました。はい、じゃあご案内しますね。はい、行ってらっしゃい。はあ、力入りました。ニキビもあるねんけど、ニキビ跡も栄養入れてもらいました。バキン。メンテナンスエステに来ました。来ましたっていうか、ここは皮膚科と美容クリニックが合体してるので。ありがとうございます。今日は来て帰らないようにしないと。この前さ、このさガウン家まで着て帰っちゃったんだけど、やばくない？そんな人いる？お風呂入るときにさ、ワンピース脱いだらさ、ワンピースの下これでさ、めっちゃ焦った。ABC クルタジオと JT ごとにしていきます。はい、うん、この電極棒を持ってね、で微弱の電流流して、の穴をこう広げるというか、入っていきやすくしてるんだって。ありがとうございます。ありがとうございます。パリーン、ツヤツヤだ。うー、
またまた、ありがとうございました。またまた、またまた、またまた、バイ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 あれしまんない、バイバイ、パキン。勢いやばくて、そっか、もうここで切った方がいいんか。これ絶対うちやり方間違ってるよね。いつもうち食べてんねんけど。あ、そっか、冷蔵庫に入れる時間が遅かったんか。オリーブオイルをお塩と胡椒で。あ、なくなってる。ちょっとすっぴんだから漏れてないけど、やばすぎ、やばすぎか。空っぽの胃袋に染み渡るこのうまさ。今冷凍ご飯チンしてるんだけど、もうこれでこれ全部食べちゃいそう。幸せ。おいしい。おいしい。っていうわけで皆さん、ちょっと白くなったでしょ。前髪こんなんやけど、ちょっと許して。ちょっとさ、白くなったし、まつげもこんな風にパッパッパッ、うん、いい感じ。今日は1日かけてご飯も抜きにして、飯抜きで美容デーを過ごしました。朝と見比べよっか。朝はもっとむくんでたと思うからこんな感じ。どう？でも今すっぴんやからな。パワーアップしたかな？できたかな？パキン。じゃあ今日はこれでおしまいです。ちょっと目かゆ、ごめん。じゃあ次の動画も見てください。なんだこれは、楽しみ方もかい。はい、それでは次の動画も見てね。バイバイ、パキン。